おはようございます。友人チャンネルのみやちゃんです。今日も試合の動画をお届けしていきたいと思います。今日の対戦相手は清田リーグの一部の、宗谷さんとの試合になります。まあ、毎度のことながらどんなレベルのチームか全く分かりませんので、とにかく我々は全力でぶつかるだけになります。しかもですね、正直この試合に勝たないとおそらく清田リーグの一部に残留するのがかなり厳しくなりますので、そういった意味でも残りの清田リーグの3試合、なんとか2試合は取んないと正直厳しいです。そういった緊張感も踏まえて、動画ご覧になってください。それではどうぞ。はい、今日の先発は鉄腕宮下さんと佐藤さんのバッテリーで参ります。はい、初回先頭バッターからいい当たりをされて何か嫌な予感が漂っておりました。はい、次の打者もフォアボールで歩かせてしまい早々にピンチを迎えます。この辺りも抜けていきバックホームは免れましたが満塁を迎えます。その後ワンアウトの後この辺りが左中間を破り早々に2点を先制されてしまいます。何かが噛み合ってないそんな感じですね。そして続くこのバッターにも三遊間を綺麗に破られ3点目。はい、この辺りをダブルプレーでしのぎ切り初回は3点を取られました。その後切り替えたかったんですが次の回ですね、まず先頭バッターです。このピッチャーゴロを無理な体勢で投げてしまいエラーで出塁、しかもテイクワンベースで2塁に進んでしまいます。そしてそのワンアウトの後、はい、りょうちゃん余計なこと言いましたね。バチコーンって言った時にバチコーンとやられてしまいました。どこかで見た完璧な当たりでしたね。はい、このツーランで0対5となってしまいます。さあ反撃開始です。まずはザキさんがワンアウトから出塁します。ここで早くもオモロンのコーナーです。もうテンションが上がったりょうちゃんがうるさいです。はい、気持ちを切り替えてパスですね。とにかく今シーズンいい当たりを連発しているハスがセンターへ大きなこの当たりがセンターオーバーになり奥の方にある草むらにボールが入り探してる間にパスがホームインします。さあこれで点差を縮めます。さあ追い上げムードになったところで中継ぎエースの
中村が登板します。さあ後続を立ち追い上げムードを出していきたいところです。調子いいのかなと思いつつこの後ですね連続のフォアボールでランナーを出塁させてしまいしかもデッドボールで塁を埋め このパスボールでランナーがホームインしてしまいます。追い上げムードに水を差す嫌な展開となってしまっております。これでランナーを静止して三塁に釘付けするのが精一杯でした。佐藤さんもこの後いい牽制でランナーアウトにして事なきを得ます。しかしこの後全く打線が機能せず手玉に取られてた感じですね。ポコポコとフライを上げてしまいこれでゲームセットとなってしまいました。やはり先制されるとまだまだ脆い龍神です。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。まあ、ご覧いただいた通り、今日の試合は6対2で、敗戦となってしまいました。ちょっと正直ですねこう残りの2試合を、まあ、勝利という形で終わらなければ清田の一部残留は少し難しいのかなという気はしています。まあ、今日はですね、まあ、宗谷打線がかなりもう宮下さんの球種をもう結構張ってて、まあ、それをもうドンピシャで捉えられた、感じで、まあ、点を取られてしまった印象でした。まあ、中村もですねもうビシッと抑えてほしかったんですけども、まあ、フォアボールがあったりデッドボールがあったりあとワイルドピッチがあったりと、まあ、正直、まあ、与えちゃいけない点を与えたところでちょっと勝負あったのかなっていうふうに、思いました。まあ、ですが、まあ、ちょっと切り替えてですね、残りの2試合勝てばまだ望みはありますんで残りの清田の2試合も、しっかりと戦ってですね、いい形で、まあ、清田リーグの挑戦を、締めくくりたいなと思います。はい、それでは本日の動画は以上になります。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の試合で会いましょう。さようなら。いつも龍神チャンネルを見てくれてありがとう。俺たちのチームは Facebook、Instagram、Twitter、LINE はやってない、 YouTube やってます。チャンネル登録よろしく。